遅刻遅刻しちゃった、もうギリギリセーフ。ふう、ちょっと男子何見てんのよあんた、いつも私のこと見てんじゃん、いつも私のこと見てるってことは今日はちょっと違いに気づくんじゃないの。ふう、生き物は生き物を食べて生きてんのよ。はい、ということでね、全国の男子に問いたいんですけれども、今日うちどう、今日うちなんかちょっと違くない、いつもと。ん、なんかうちど、ん、ん、そう、ワイ君新たマッキーユになってん。は？秘宝ヒイラギアさん弱い30にして初めてコンタクトを入れる。メガネ捨てました。あ、いやあるんだけど、万が一の時の車運転とかしないといけないから、やっぱ一応持っとかないといけないらしいから持ってるんだけれども、メガネちょっとけど卒業しましたよ。メガネどうって、え、メガネどうってコンタクト童貞か、え、少女か、あ、ごめんなさい、無意識でセクハラしました、老害やな、こうなったら。まあね、これあれいきなりね、そのコンタクトレンズのなんだステマかと、あ、東さんついになんか案件ですかと思ったかもしれないが、違う、これは至極ね個人的な動画になるんで、そこは安心してください、全く怪しくございません。まあ、事の始まりはですね、1週間前にまあ新宅オラクルがね降りてきたの。新宅が別の意味で怪しくなってきた。その日はいつも通り在宅ワークしてたわけよ。カタ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 ターンターンターンっていうエンターキーを押す仕事をしてた時に、はっ、当然はってなって、あ、コンタクトにしようって、アスペ特有のひらめき、あ、コンタクトにしようって、もう荷物持ってさ、もうそこからアスペ特有の行動力で眼科屋さんに行って、どんどんどん開けてください、開けてください、コンタクトにしていいんです、開けてくださいって言って警察を呼ばれました。そこからあれよあれよとですね、まあいろいろこの診察を受けたりね、視力検査右左とかやりながらですね、視力を測った後でいよいよそのコンタクトレンズをつけて外すっていう練習をさせられたんですよ。練習でこれをクリアしないと、この課題をクリアしないと今日はお渡しできませんって言われて、ただネットでね、なんかその若い看護師のね姉ちゃんがザーコ頑張れ頑張れってこうやってくれるって聞いて、あ、それはそれで、まあたまにはそういうプレーもいいな、うん、ふむ、一興じゃな、実に趣がある、持ってまいれみたいな感じでちょっとね殿様気分で行ったらですね、普通におばちゃん看護師やってんね、おばちゃん看護師さんがね、違う、はい、目開けて、はい、大丈夫大丈夫、目開けて、はい、鏡、いや自分の目見ない、自分の目見ない、目開けて、はい、あ、はい、外れた、ダメって言われて、セクハラですよあれは、すげえ結構プレッシャーだった。あのね、まあ3、4分かな、3、4分見栄を張って3、4分ぐらいはかかった、実際には5分だったかもしれんけど1分少なめに見積もっておこう。そんなですね、この最大の試練をくぐり抜けてね、まあ一応なんかその試供品みたいなものもらって、ちょっとこれで1週間試してこいと、日常生活を送ってこいって渡されて、で今5日目ぐらいなんですけれども、これをつけて今日初めてちょっとダンスをね、まあ、動画を撮りに来たんですけど、ちょっとダンスとか踊ってみて思ったことは、これやべえじゃん、これ外れないんだけど、運動してもやばない、これつうか今まで何だったのって話なんですよ。僕メガネかけてやってたじゃないですか、メガネ、メガネってね飛ぶんすよ。僕レベルになると、もう僕レベルになるとさ、やっぱこうハイレベルな戦いだから、高次元のダンスを踊ってると絶対吹っ飛ぶわけよ。だから知らず知らずのうちにメガネが吹き飛ばないように動くことを優先したりしてたわけよ。そうじゃないとね、クラブとかで踊るじゃん、真っ暗闇じゃないですか、吹っ飛ぶじゃないですか、どっか行ったままなんですよ。福岡のクラブ僕2店舗あのメガネどっか行ったままなんです。誰か見つけたら教えてください。黄色い縁のやつと、あとはなんかね、なんか別光のちょっといいやつ、別光だったかな、わかんないけど、なんか黄金塔みたいなやつで作られた、ちょっと見かけたらぜひ通報してください。僕ね、最近はトリッキングとか、この遠心力よ、遠心力が頭部にものすごい遠心力がかかる動きばっかやってたら絶対吹っ飛んでいくわけ。そしたらその時にメガネを外して練習しないといけないんですよ。どうなります、外したら、メガネを外したらどうなる知らんのか、夜が明ける、違うわ、見えねえんだよ、物が見え、あ、ごめん、視力がその奪われた状態で踊るっていうのは結構怖いですよ。特にこう地面とかがぼやーってなってたら、あのアクロバットとかトリッキングとか一番大事なのはその着地地点をこう見極めることだから、それができないってなるとやっぱどうしてもこう体をねセーブしちゃうんですよ。本当はワオってやんないといけないとこがってなる、はっ、怖い怖いから、はっ、だ本来の力が 100% だとしたら今までは 99% ぐらいしか出せなかったわけですよ。残りの 1% よ。しかもダンスで言うんだったらさ、この顔の周りをこうする動きとかやっぱあるわけよ、こういう動きとか。そういう時やっぱガッてなってファッてってフォーンっていう終わりよ。そしたらもう台無し。なんかその笑っていい空間とかだったらね、なんかみんな和やかムードな時だったらさ、メガネが吹っ飛んだらあはははははははっていうその笑いポイントになるんだけど、なんかシリアスな場面、なんかコンテストとかマジでちょっと失敗できない場でそれがあったらもう終わりなんよ。だから僕は知らず知らずのうちにね、メガネであるというだけで
力をセーブしていたんだな、ラジオっていうことに僕気づきました。つまり今メガネかけててね、でコンタクト自分したことないです、いやするつもりもないですって人は行け、間に合わなくなっても知らんぞですよ。本当に行きなさい、マジで。僕これ10年前に知っておきたかった。これもっと言うんだったら中学校の頃、バスケ部だった頃に知っておきたかった。僕中学生の頃とかメガネすらしてませんでしたからね。目悪いから、目悪いってことを知らなくて、自分がなんかぼやけるのが当たり前だと思ってた。そんな状態でパスをもらって勘でシュートを打ってたわけよ。それがよ、コンタクトあったら慣れてたかもな。 B リーグのさ、あの慣れてたかもな。今のあの福岡のさ、福大大濠だって、東福岡だって、なんかもうとんでもねえのがいるじゃん。もう卒業しちゃったのかな。とんでもねえ、とんでもねえなんとかくんみたいにさ、俺もなんとかくんになってたかもしれない。ダンスで言うんだったらね、オリンピックもね、もしかしたら D リーグとか、ダンスで言うんだったらさ、オリンピックとかも出れたかもしんねえ。未来奪われたわ、メガネというだけで。ということでね、後悔してほしくない。今のメガネ民、メガネダンス民には僕後悔してほしくないですよ。うん、捨てなさい。そしてソフトコンタクトレンズのね、ワンデーを入れなさい、入れなさい、消えなさい。今日はね、そんな感じです。僕のまあ後悔というか、過去の残滓みたいなものをね、みんなにこう背負ってほしくて動画を撮りました。何のこっちゃわかんねえな。ということで、まあコンタクトいいよっていう、ただそれだけの動画ですよ。はい。まあけどちょっとどう合ってないかな。ただね、ちょっと笑ったのが、その眼科の先生、普通にメガネだったんですよ。で、なんか口ぶりから察するにコンタクトはしたことないみたいな口ぶり。あ、皆さんなんかやっぱりその最初は違和感があるらしいですねみたいな。らしいっていう。うん、それでまあ皆さんね、やっぱりその花粉症とかの時期につけるとやっぱり目が痒くなったりするみたいですねって言って、みたいですと思って、うん。